皆さんこんにちは。今日はあの広島の今から75年前になりますが、原爆の被爆証言をということでお伺いいたしました。実は私はあの広島生まれの広島育ちでございまして、もう根っからの広島子なんですが、広島という町は今はもう平和文化都市、核兵器反対っていうそのことを標榜した町になっておりますけれども、かつてはそうではなかったんですね。ものすごい軍都だったんです。軍の都でございました。広島城というお城は今でも市の真ん中に立っておりますけど、あれはもうあの原爆の後崩壊したのを鉄筋コンクリートで再建したお城ですから、まあお城としては何の根落ちもないただ単なる資料館になってるんですが、あの原爆で崩壊する前の広島城っていうのは、あれは毛利輝元ですか、毛利家が築いたお城で、実は国宝でございました。でそのお城を中心にして大きな膨大なあの軍隊があったんですね。でお城の真下の方にあの師団司令部がありまして、歩兵第11連隊とかいう大きな軍隊がありました。で歩兵だけじゃなくて、広島の町の中にはあの白島の方には工兵隊がありまして、今も工兵橋っていう吊り橋がね残っておりますけど、あれはまあ戦後に、うん、戦争中の工兵橋に似せた吊り橋を作ったんだと思うんですけど、工兵隊もあったし、それから、まあ、歩兵は大きなあの部隊が元町にありましたし、それからあの電信隊というあの電話とか無線通信とかそんなものを専門にする部隊が肘山の下の方に大きな部隊がありましたし、もう本当にあの軍都だったんですね。で宇品という港がございますが、今は広島港といって大きなね、あの1万トン級の船でも横付けできるような立派な港になっておりますけど、当時はあのとても遠浅のね港だったんです。だけどそこから位置的にちょうど具合が良かったのか、広島に大きな軍隊があったからそうなったのか、あの中国との戦争が始まった時に宇品の港からたくさんの兵隊が戦場に出ていきましたね。で私が小学校2年生の時に中国との戦争が始まるんですが、でその時からもう本当に宇品の港へ毎日毎日先生に連れられて、日の丸の小旗をね振りながら万歳万歳と言って兵隊さんを見送った記憶がございます。兵隊ばかりではありませんよ、あのたくさんのね馬が運ばれていきました。私は今でも忘れられないんですけどね、馬が橋家に乗せられて、で遠浅の港ですから輸送船は横付けにはできないんですね。だから沖の方へ止まっとんですよ。でそれで橋家に乗って兵隊も馬もあの橋家で行くんですね。それで橋家は横付けされて、で兵隊は縄ばしこのようなのに登って甲板に上がって、でも馬は登れませんから胴体にバンドをかけて、でクレーンが降りてきて、あの頃機銃機なんて言ってましたけどね、その機銃機が降りてきて、背中のバンドにその S 字架のようなものを引っ掛けて馬を吊り上げて乗せるんですよ、甲板に。そしたらね、普段はねとても元気のいい声でねヒヒンっていらなく犬あの馬がまあなんとも悲しそうな声でね、哀れな哀れな声でね泣くんですよ。で私はもう動物が大好きでございましたからね、もう馬のことが気になって気になって、
お兵隊なんかどうでもよくなって馬ばっかり見てたんですけど、もうその馬が足をバタバタさせながらね釣り上げられていく。でその時の鳴き声がね今でも耳の奥に残っております。かわいそうでかわいそうでね、私は小学校の2年生だったんですけど、馬のためにね涙を流した記憶がございます。でその戦争が終わった時にも広島はね一面の焼け野原になったんですけど、宇品の町は焼け残ったので、港の機能も残ったんですね。でそれで戦後にたくさんの、まあ、兵隊、復員兵、それからあの満州だとか満州国だとか中国、それから南方のね島々なんかへ働きに行ってた、まあ、一般の人たち、そういう人たちがたくさんまた宇品へ戻ってきたんですね。でもあんだけたくさん行った馬は一頭も帰ってはきませんでしたね。で私はその馬の行く末が気になって、帰ってこられた兵隊さんなんかに、馬はどうなったんですかね、で戦場に行った馬帰ってきませんよねって言ったら、さあなあ言ってね、とぼけて教えてくださらないんですよ。私の叔父がね、母の弟なんですけど、実は職業軍人だったんです。それであの主計の将校でございましたから、あの経理をやってるから後方ですからね、ドンパチはやってなかったと思うんですけど、まあ、命が助かって帰ってきた。でその叔父にね、私がしつこくね、あの馬はどうなったんか言ってね、中国の人がもらってくれたんか、あの野に放たれたんか教えてちょうだい言ってからね、叔父にしつこく聞いたんですよ。そしたら叔父がね、しばらくさあなあってとぼけてたんですが、私があまりにもしつこく聞くもんだから、実はなあと言って話してくれた。でそれは戦後になったら日本負けたんですし、食べるものがなかったっていうんですよ。でそれでまあ可愛がってた馬でね、相場だったんだけどね、みんな馬を拝んでね、で馬の命をもらってその馬の肉を食べて命をつないで帰ってきたんだってね言いました。涙をゴロゴロこぼして言いました。で私はそれを聞いた時にね、本当に戦争というものは無残なもんだなと思いましたね。馬ばかりではないんですよ。宇品の港から出ていったのはね、軍用犬ってご存知ですか。シェパードが多かったです。犬、これがたくさん行ったんですね。で犬はね、ここの首輪のところに通信管つけられて、で後方から第一線に命令書を運んだり、それから第一線の選挙報告を後方にしたりする、こう伝令に使われたんですね。でその犬たちも一頭も帰ってこなかった。それから鳩がたくさん、電信隊というのはあの、まあ、電信が主の部隊だったんですけど、まあ、電話も無線も使えないようなところは電書鳩を使ってたんですね。電書鳩を通信兵がカゴに入れて背負っていって、で戦争の戦況を後方に鳩にね通信管をつけて連絡したんだと思うんですけど、その鳩もね一羽も帰ってはこなかった。で馬はまあ、食べたとして、鳩はどうなったの、犬はどうなったのって私がしつこく聞くんですよね。でそしたら、犬はな、日本人は食べないけど中国の人は犬食べるからなって言うんですよ。でって言ったら、よくよく聞いたら、その犬を中国の人にあげて、それで何か高粱か何かの穀物と変えてもらって命をつないだって言うんです。で鳩はって言ったら、鳩はフランス料理では高級食材だからなって言うんですよ。食べたとは言いませんでしたけど、それで母これは鳩も食べたなと私は思ったんですけどね、もうそれ以上聞いても話してくれないので、もうその話は終わりになったんですけど、その叔父が
まあ、しばらくちょっと生きてたもんですから、まあ、中国先生の話やら南方へもちょっと行ってたことがあった。でその時の話やらね聞かせてくれて、それで私に千恵子これは南方のお土産じゃ言ってね、リュックサックの中からサンダルをね一足出して、まあ、大きな足ですが私にはブカブカだったんですけど、でも履物は下駄しかない頃でしたからね、そのサンダルをありがたく線香にもらったっていう記憶があるんですけど、もう広島っていう町は本当にあの軍の都でございましたね。でそのことが市民にとっては誇りでもあった。広島という町は地図を見たらあの一目瞭然ですけど、山がないんですよね。みんなこう川に囲まれてて、中洲のようなところデルタですからね。だからこの宇品の方だったらね空き地はあったんですけどね、ちょっと掘ると塩水が出るんですよ。だから畑をしてもお米はできない。で田んぼはたくさんありましたけど、それはレンコン畑、ハスでしたね。だからハスは、まあ、少々仕置きがあっても育ったんかなと思うんですけど、この辺りも南町、私はあの南町に住んでましてね、ここが仙台局ですね、これが三幸橋で、本当にねあの南町の被服所のすぐ近くでしたけど、この辺りですかね自宅があったんですけど、今もあるんですが、大正時代に建った家が一軒ぽつんと残っておりますけど、そこに生まれて育って、それで南小学校を卒業して、そこ宇品の港の近くにあの今県立大学があるんですけど、ここには載ってませんけどね、あの県立大学は女子専門学校という女子の、まあ、高等教育を受ける学校だったんですけど、その中にそのキャンパスの中に県立第二高等女学校というのがあったんですよ。で第一高等女学校というのはこれは市役所の裏の方だったから小町ですかね、小町にあって、これは歴史の古い県立の女学校だったんですけど、原爆でもそれこそ焼けてしまってたくさんの方が亡くなったんですけど、その第一県上だけでは足りないというのが、若い男の方がどんどん戦争へ行っていなくなるもんだから、あの頃はまだ女に教育はいらないという時代だったんですけど、もしかしてこれは女にも少し高等教育を授けとかないと男がいなくなって困るんじゃないかっていう、まあ行政の方にそういう発想があったんだろうと思う。もう急ごしらえでね、まあ本当にバラクに毛の生えたような2階建ての一棟だけの校舎の学校がその女子専門学校のキャンパスの中にできたんですね。広島県立第二高等女学校と言ってました。私は家がそこまでと近いもんですから、その学校へ進学したんです。そしたらね、その学校上がった人がね、県市っていうの、県市販学校という学校が小学校の教員養成の学校があったんですけど、そこの付属小学校というのがあって、そこから来た同級生が、あれこれはその県市っていうのを南町にあったんですけど、霞町の方を引っ越したんですよね戦争中に。でその引っ越した後の空き家になってた校舎をそのままそっくり持ってきて、それで女性の中に建てた第二高等女学校だったんです。だから私の小学校がここへ来てるわってね、その警視の付属から来たクラスメートが言っておりましたけどね、その古い建物をそっくり移築した女学校だったんです。でも先生方はとても贅沢で、女子専門学校といったら、まあ、まだ女子大もない時ですし、広島大学
武前進で文理科大学っていうのがあったんですが、そこは男子しか行けませんし、もう女性は勉強することを選んっていうので、大抵の人がもう高等女学校まで行ければ御の字で、ほとんど私のクラスの3分の1ぐらいが高等女学校へ進んで、あと3分の2の人はもう女学校へ行かないで高等小学校といって、6年生卒業してあと2年行く小学校があったんですね。そこへ皆さん行ってたように思いますね。今の緑町に緑中というのがあるんですが、あれは第三高等小学校の後だと思います。でそこへ私の小学校のクラスメートはほとんどが進ん で、私はまあ高等女学校に進ませてもらったんですけど、まあ高等とついてても高等でも何でもありゃしますよね。大学へは行けないんですから、そこで終わりですから、まあ専門学校に進めば進めるっていう学校でございました。だけど第二高等女学校が今考えてとても良かったなと思うのは、専任の先生がねあんまりいないんですよ。でその女子専門学校という後に女子大になり県大になっていく学校ですけども、その学校の教授連中は兼任でね来て教えてください。で校長先生はその女子専門学校と県立第二高女と校長はあのお一人で兼任しておられた。だから今考えたらすごく贅沢な学校だったなと思うんですね。だけどあの戦争の激しい中で小学校の先生とか別の女学校の進んだクラスメートたちの話を聞くと、もう本当に軍国主義一辺倒 でみんなあの必勝なんて鉢巻きして飛翼賞とか兵器賞とかね、あの陸軍三賞を言って大きな工場があったんですね。飛翼賞、兵器賞、それから両末賞で、飛翼賞というのが今の大きなレンガ倉庫が残っているところですけれども、そこでは兵隊の軍装一式を作ってたんですね。それから兵器賞というのは兵器ですから、大砲とか鉄砲とか機関銃とかそんなものや爆薬、それを作って、まあ危ないあの工場でした。両松賞というのは今郷土資料館に一部は残っておりますけど、あの缶詰だとか欲しいだとか兵隊の食べ物をね戦場へ送る作るとこで、それでもう私はね小学校の女学校の1年生の時はまあまともに少しは勉強ができたかなと思うんですが、もう2年生になったら小学校の6年の時太平洋戦争が始まりましたから、もう勉強どころではないんですよね。毎日毎日もう派遣社員みたいに飛翼賞へ3日行け、1日帰って今度は兵器賞だ、今度は両末賞だって言って人手の足りないところへ行かされるんですね。だから私は陸軍三賞全部経験してる。でも飛翼賞へ行ったらね、まだ日中戦争の初めの頃はね、もうあの頃すでに動力ミシンがあった。動力ミシンで今のとは違うと思うんですが、そのミシンのね、機械を回すのに電動になってたんですね。でそれでバリ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 軍服を塗ってるから、皮膚症ではもう帽子から軍服から靴までね、靴のなめし工場もあって、もう軍装一式、それからの廃能といってこうリュックサックみたいなね、兵隊が背負って戦場に、そういうものも作っておりましたね。でそれをできたものをあの今残っておる赤レンガの倉庫の中へ梱包して納めて、でそれを必要に応じて戦場へ送ったり、それから軍隊へね送ったり、それで宇品線っていうね、国鉄が広島駅からまっすぐ宇品の、あここにありますかね、これですね、これがねあの広島駅からここから出てわーっと一本ね単線ですけどね、
宇品の御与山橋まで国鉄が走ってたの。でこの引き込み線がね、被服省にも駅省にもあるんですよ。支線が分かれて中へ引き込んである。でそこからいろんなものを貨車に積んで宇品の港から送り出していたんだと思うんですけどね。だけどまあ被服省へ行けば最初のうちは景気のいい新しい軍服のシワを取ったりアイロンをかけたりそれを畳んだりするのが私たち学生の仕事だったんですけど、しまいにはねもう新しい軍服を縫う切りがなかったんじゃないかと私は思ってたんですけど、古着をね軍服の洗濯させられるんですよ。でそれを破れたとこ縫ったりしてね、で洗濯機があるわけではないと大きな洗濯槽を売ってコンクリートでできた水槽があって、でそこへ水道の蛇口がついてて洗濯板みたいなものでね亀の子だわしで古着を洗うんですよ軍服の。でも手が冷たいかじかんでもう泣きそうになりながらその軍服を洗った記憶があるんですけど、その時に付き添いの先生に私がつい口をしぶすべらせて、先生こんな古着屋なんかを再生して兵隊さんに着せなきゃいけないなんて日本はこれで勝てるんですかねなんて言ったんですよね。そしたらもう叱られて叱られて、お前なんちゅうこと言うんじゃって言うから、日本は神様の国だから最後には神風が吹いて絶対勝つんだから負けるんじゃないかなんて言うんじゃないって叱られたんですよ。で日本には言霊っていうのがあるが知ってるかっておっしゃるんですよ。国語の先生でしたけど ね、はい知ってます、言霊っていうのは言葉の魂なんだ、だから不用意なことを言ったりしたらねその言葉のねその変な魂が動いてそれで勝てる戦も勝てなくなるとかって言われるんですよ。ああってもう負けるんじゃないかとかってことはもうそれから先はもう口にチャックでね言いませんでしたね。でも子供心に不安はありましたね、こんなことで本当に勝てるんだろうかっていう。でそしたら当時はね私は幼い時に母が実は被服省に勤めてたもんですからそこの中の託児所に預けられたりして育ったんですね。でその時はねこの赤レンガの倉庫の中にいっぱい新しい軍服があったのを見てるんですね。でところが戦争末期になった働きに被服省へ行ってもそこの今残ってる赤レンガの倉庫が空っぽだったんですよ。でね、私はその時にああもう新しい軍服の生地もなくて空っぽになってしまったんだなって、本当にでも勝てるのかなってねとても心配したので、あそこが空っぽでしたから原爆が落ちた時にたくさんの火傷の被害者とか怪我人が倉庫の中に逃げ込むことができたんですね。で倉庫の記録っていう峠さん吉さんの詩がありますけれども、本当に倉庫の中が阿弥陀館の内股みたいな地獄のような様相になったのを私も見ておりますが、後から聞いてというかこれが今年になって知ったことですが、浜井晋三さんっていう戦後に広島の高専市長に初めてなられた方で、戦争中は市役所の配給課長さんをしておられた方いらっしゃったんですけど、その浜井さんの自叙伝みたいなものが「原爆市長」っていう本があるんですけど、それの復刻版が出たん で浜井さんの息子さんが実は私の妹と同級生だったもんですから、妹がお姉ちゃんこれ私の友達の浜井君のお父さんの伝記だから読んであげて言ってくれたんですね。でそれを
読んでたら分かったんですけど、倉庫の中は空っぽだったんですが、比翼師匠の実は10万人分の軍服軍装一式が東広島の西条のもうちょっと奥に川上っていうところがあるんですけど、川上弾薬庫っていうのもあったと思う。そこへね、なんと10万人分の軍服一装がね疎開してあったんですって。私はそれ知りませんでした。だからね、終戦直後にみんなが赤レンガの中に逃げ延びた時に倉庫の中空っぽですから、もう本当に軍服の生地もなかったんだなと思って、これは負けるはずだわなとかね思ったりもしたんですけど、実はどうしてどうして10万人分の軍服が疎開させてあった。でそれを浜井さんがご存知だって、で戦争が終わった時に広島焼け野原になって、みんな着るものも食べるものもないんですよね。でそれを川上の倉庫から出してきて、でそれを市民に配って、あの頃の広島市民がね、原爆直後にでも10万人ぐらいは生き残ってた。でその人たちにそれを配給したっていうことが書いてあって、そういえばね、引き上げてくる兵隊さんたちを宇品の港へ迎えに行ったんですが、みんなボロボロのね、油と汗にまみれたようなボロボロの軍服で帰ってきたのに、広島の市内にまだ新しいような軍服を着た人がいっぱいうろうろしとったんですよ。で、この人たちは戦争行っとったんだろうかどうだろうか、新しい軍服を着てからと思いよったんですが、実はその10万着の軍服を山から下ろしてきて、で市民に配ったって書いてあって、ああそれだったんだわと思ってね、その75年経った今年になってそういうことも知ったんです。でそれを山から下ろすのにトラックも何にもないですから、西条に農業学校、今も西条農校ってあると思うんですけど、そこの生徒さんが動員されて担いでね降りて、それで西条の駅まで降ろして、でそこから貨車で広島へ運んできて、それでそこで市民に配ったんだそうです。でそんなことも知らなかったなと思いましたね。だから倉庫は空っぽになったんじゃなくて、全部田舎の方へ隠してあった。ああそうだったのかと思いました。でもいろんなことがあって、でまあ被服廠は解散になる、兵器廠も両末廠も解散になる。でそこにたくさんの田舎から出てきた人たちが勤めてたんですけどね。だけどそういう人もみんなクビになって。帰っていく。で後にはガランドになった倉庫が残ったんですけど、もう本当に戦後の焼け跡の広島がこう生き延びていくためにそういうこともあったんだっていうことをね、私最近になって知ったんですけど、いろんなことがねあったなと思いますね。私はタバコ工場、ここに千倍力っていうのがあるんですけど、大松塩緑町ですね、雪橋、ここ被服廠、営業所ですね。千倍力はないかな、みゆき橋、あ、ここ広島地方選売局って、ここのタバコとそれからねアルコール選売とか塩、そんなものを港の近くでしたから、で私は家が南町でしたから、ここはとても近くて歩いて行けるのでね、選売局でよかったなと思ってたんだけど、もうクラスメイトたちはもう
不満だらけ。どうしてね、タバコ工場なんだ、兵器商や兵器商や軍服や軍、兵器を作るところに生かしてくれないんだ、タバコなんて戦争の役には何も立たないじゃないか言ってね、もう不満たらたらのね、クラスメートもたくさんあったんですよ。だけど戦後になってこれは知ったんですけど、当時の校長先生が女性と同じ校長が兼任しておられたんですが、その校長先生が学生というのは学ぶのが本分で働くのが本分ではない、だからね、うちの学生たちは子どもたちは軍関係のところへ行かせたくなかったんだと。それでわざわざみんな行きたがらなかったんだそうです。タバコなんか作るとこはお国の役には立たないからっていうんだよね。でそれでもあえて私たちのためにタバコ工場を選んでくださったんだっていうことを知ったんですね。でタバコ工場だったら空襲を受けても大丈夫だろう、一番に狙われることはないであろう、一番に狙われるのはやっぱり軍関係のね施設に違いないからっていうので、わざわざそのタバコ工場を生かしてくださったっていうのを聞いてね、まあその親心をね何にも知らないでブータラブータラ言ってたなと思ってね、本当には申し訳ないなって反省したんですけど、でもそのタバコ工場もあの頃は作ってた銘柄が3種しかなくて、陸軍用、海軍用、一般用ってね、3つの銘柄しかなくて、それで陸軍用は誉れっていうタバコでした、名誉の世って書くで、海軍用は砲翼という、大砲とか白砲とかっていうお相撲さんの名前に大鳥っていう字があるでしょ、あれに翼を書くと砲翼って、飛行機のことでね、それ海軍用なので、禁止といってね、禁止勲章ってご存知ですか、戦争中に手柄を立てた軍人に天皇が下賜される勲章なんですけど、金のトンビ、金糸なんですよ。だから日本神話に金のトンビが出てくるんですね。神武天皇が東征で大和へ攻め上られた時に、その末路ある者どもが歯向かうと、その神武天皇の指の先に金のトンビが飛んできて、その光でその末路はない豪族どもが目がくらんで戦うことができないで降参したっていう話があるんですよね。それから取ったらしいんですけど、その禁止というタバコがと、つく仕事をしておりましたね。もうタバコの粉まみれでね、ご存知と思いますけど、こんな大きな葉っぱ、植物の葉っぱなんですが、それを機械で細かく裁断する。でそれがね、ずっとこう川のようにこう流れてくるんですよ。でそれに、あの頃砂糖なんかなかったんですけど、先輩局にはありましたね、砂糖と香料を混ぜる。で砂糖がね、そのタバコのこうちょっとした湿り気を与えるみたいなんですね。で砂糖と香料をこうして手で混ぜる。でそれがベルトコンベヤーでガーッと流れていくんですね。で機械に入っていって、長い紙巻きタバコができる。でそれを機械でこうカットして、でそれをまた箱詰め、袋詰めに、ね、していくんですけど、でそういう作業をやってたんですけど、タバコなんか作っても戦争の役には立たんってブーブー言ったら、校長先生が、いや、タバコだって立派な軍需品だ、兵隊が戦場でもうくたびれてね、これ以上戦えないという時にタバコを一曲吸ったら元気が出てまた戦えるんだから、心を込めて作れって、そうおっしゃった。ああそうかと思ってね、タバコのコーナーまみれになりながら働いてた。で別室にね、タバコ工場にガラス張りでね、学生なんかは近寄れないようなね、
部屋があったんですよ。でそこで何が作られてたかっていうとね、恩師のタバコっていう、恩師で恩返しの恩、師は賜るという改変に安いっていうよね。このタバコの巻きタバコのここにね、金でね、菊の御紋、皇室の紋章が刻印されてあるタバコなんです。で、それはね、どういう時にね使うかっていうとね、戦死した兵隊の遺族で、それに天皇陛下が、まあお前の家族はパリであったと言って賜るんですね。でそれから大きな作戦、戦場でね、例えばまあ今コロナの発祥地で急に名前が出ましたけど、武漢なんてね、武漢山地なんて大きな中国の都市があったんですけど、あんなところを占領したって言ったら、武漢山地陥落万歳言って、広島では提灯行列があったり旗行列があったりしてお祝いするんですよ。でそういう時に戦死者の遺族に天皇陛下が お前の家族はバレであったと言って賜るんですね。タバコがそういう風な具合にも、まあ、使われていたというかね、うまい具合に何でもこう、軍の力というか、それをこう高揚するために何もかもが使われていたんだなということを今にして思いますけどね。宮城さんはそこで被爆した。私はね、そこでね、立ちんぼで毎日仕事しててね、それで足を痛めて、それで被爆したのはね、毎週月曜日にね、このここに鶴見橋、肘山橋、ここ肘山橋って橋があるんですよ。これは私が小学生の時できた橋なんですけど、この橋渡った向こうにね、ここには何かにあげるのに宝町という町があったんですよ。でその町にあるね、外科の病院へね、1週間にいっぺん足の治療に関節リウマチが起きて、で通わせてもらってた。朝2時間お休みで、8月3日の日も月曜日で通院日だったんですね。それで病院へ行くために先生に断って、作業着のまんまこっちに救急カバンっていうのをぶら下げ、こっちに防空頭巾といって渡りのね、空襲の時にかぶるヘルメット代わりの頭巾をぶら下げ、それで2時間休憩もらって、ちょうど8時に工場出たと思うんですよ。で京橋川沿いに川上に歩いて行って、ちょうど肘山橋のたもとに着いたの日は暑い日でございましてね、汗がだらだら流れるわ、足は痛いわね、橋は長いで、どっかで休んで汗拭かないともう歩けんわと思ってキョロキョロ探したら、ちょうど橋のたもとに小さなね、木造の倉庫みたいな建物があってね、軒が深くてちょっと影があったんです。でそこでね、汗拭こうと思ってその軒下に入った瞬間だったですね、ピカーと光ったの。もう目の前に太陽が落ちたようなね、閃光でした。それでああと思った瞬間に地面に叩きつけられて気を失うんですが、それがどれぐらいの時間だったのかは分かりませんけどね、ほんの数秒だったのか、もっと長い時間だったのか、とにかくハッと気がついたら重いものが背中にいっぱいのしかかって動かれる。でその後から考えたら、その軒下に入った倉庫が倒れたんですね、バンコクに。その下敷きになった。でも私はそのおかげで火傷を免れ、命が助かった。橋へも渡りかけてたら絶対生きてなかったですね。だから汗を拭こうと思ってそこへ寄り道したことが私の命を救ってくれたんだと思っておりますけどね。で後から聞いたら、それは船小屋だったんだろうと。船小屋ってあの頃まだ川船が荷物運んでたんです。太田川を行ったり来たり、ね、でその船の
炉とか貝とか怒りとかをね収める倉庫があって、でそこの軒下に私いたもんですから命が助かったの。橋を渡ってる人でね、17歳の女の方、私とちょっと2つほど上の方、あの弁慶爆資料館の地下にね着てらしたブラウスが焼け焦げたブラウスと、それからご遺族の方のコメントがね貼ってあるのを見たんですけどね。でそれにはね、その娘さんはね、目玉が飛び出て耳が飛んでね亡くなったって書いてありました。だから私はその倉庫に足拭こうと思って入らなかったら、その人と同じように目玉が飛び出て耳がちぎれてね死んだんだろうと思うんですよ。だから本当にまあ数秒の差というか数分間の差かで、私がその倉庫の軒下に入ったおかげでね、こうして今90まで生きさせてもらっております。でも私の学年はまあタバコ工場だったから、建物の中におりましたからね、あのみんな怪我をしたんです。ガラス傷、ガラスが壊れてもう体中に刺さった子もいましたけど、だけど1年生と2年生がねもう大変でした。これはどこ行ってたかというとね、雑魚場町といって市役所の裏手、あそこをね市役所と建物を守るために周りの民家を全部壊して防火用の空き地を作れっていう命令が出たんですね、軍から。でそこを後片付けに行ってた。お家を壊すのは子供の手では壊せませんから、親が大人が壊すんです。壊した後瓦とかいろんな材木とかね、そんなものを片付ける、その作業にね市内の高等中学校や中学校の1、2年がたくさん動員されてた。それがもうほとんど全滅でしたね。で何人かはね、学校が宇品でしたから校舎は焼け残ったんで、でそこへ火の中くぐりながらね、下級生が哀れな格好で帰ってきましたね。で私は先輩局からね、もう先輩局もめちゃくちゃに壊れてしまって、もう仕事どころでも何でもないので、私のクラスメートはほとんどが、まあ、なんとか無事に頭の方に学校へ帰ってみたらガラスがいっぱい刺さっていたのに、友達が気がついて抜いてくれたんですけど、そして抜いたらねバーッと血が流れるんですよ。だもんですからね、あんたこれ迂闊に抜いたら血がだんだん流れるからそのままにしときっていうね。でもここらいっぱいガラスが立ったまんま帰っていったんですけど、そしたらしばらく経ったら1年生2年生がもうこういう風にして帰ってきた。ここに真っ黒いね昆布かわかめをこう泥水に浸したようなものをぶら下げで、裸同然、服は焼けて、で頭の髪の毛はねみんなちりぢり焼けて逆立ってアフロヘアみたいになってる。それで足を見たらね、あの子もんぺといってね、かすりの着物ほどいたようなもので縫ってもらったズボンのような野良着のようなものを着てたんですけど、そのもんぺというのはこうズボンのようになってて、足首のところにゴムが入って締まってるんですよね。で履くものはないからみんな下駄履いたりしてたの、靴もないですからね。そしたら下駄なんかみんな飛んでしまって、で裸足でズルズルに足首のところからこんな長いね真っ黒いねわかめか昆布みたいなものをズル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 引きずって帰ってきたんです。なんだろうと思って見たら、やけどでね皮膚が剥がれて、でこれは爪があるからさがここで止まってぶら下がる、それから足はねここからずるっと皮が剥けて表皮が、で足首のところにあのボンペは焼けてるんだけどその輪ゴムが残ってる、でそこからずる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 それ引きずってね帰ってきたんですよ。もうそれはもう哀れでね、それで顔はもうこんなに腫れ上がってね、誰が誰だかわからない。でここにみんな名札をね布切れに書いて縫い付けてたんですが、それも焼けてるからわからない。
でも不思議なもんですね。そんなに人相が変わって裸で帰ってきてもね、自分の学校のね生徒だなってことは分かるんですよ。でそれであんた第二県上ってね略称で呼んでたんですが、第二県上の生徒って言ったんって言うんですよね。でそれをまあ学校の中に連れて入って、でも私の学校の校舎はもう爆風で倒れてたから入れなかったんですが、女子専門学校の方の校舎がこう虹型でしたからね、倒れないでまあめちゃめちゃに壊れてあいたけど残ってたんですね、やけども。でそこへ連れて入って、それでどうしようってことになって、そしたら先生が物理科教室っていう大きな机のあるね実験室があった、あそこをベッドにしたらいいんじゃないかって、片付けてこい、私は頭にガラスが立ったまま理科室に走っていて、そしたら理科の実験室だからねガラスの器具がいっぱいあるんですよ、フラスコだビーガーだあの試験管、それが爆風で全部飛んでガラガラになって、もう必死でそのガラスを片付けてその机をベッドにして帰ってくる下級生をその机の上に寝かせていくんですね。もうあれでね本当に痛いよ暑いよと、まあ、今の中1中2ですからね、もうね泣きながら泣きながらね、もうお母ちゃんとかねもう本当にねそれはもうこういうことでございましたね。お医者もいなきゃ薬もない、で先生がどうもこれはやけどみたいだから、やけどみたいだからで、そのやけどだという確証はないんですよ、原爆ってことは知りませんし、なんであっという間にこう全身皮膚くれになって皮膚がむけちゃったのかわからないんですよね。でもまあやけどのような感じで油を塗ったら痛みが少し楽になると思うから、家庭科の部屋に菜種油の残ったがあったと思うから探してこいって言われて、で家庭科が実習してめちゃめちゃに壊れてるけど中も潜り込んで戸棚を探したらね、あの頃は天ぷら油も貴重ですからね、実習に使っても捨てないで漆でこしては取り、そうまた使って、それでももう家庭科の実習なんてもう何年もないですからね、真っ黒けのねその油がそれでも大事にご招待に取ってあった、でそれを持ってきてね塗ってあげるのがせめてもの手当て、でそれをね一生懸命ボロののに浸したり、あの救急袋の中に脱脂綿を入れて出した人がいて、でその脱脂綿を出してきてそれに含ませて塗ったりね、それでもう顔からからだと全身ですからね、でその汚い天ぷら油を塗ってあげるのがせめてものね手当て。そしたらしばらく経って中央部の軍隊は全滅したんだけど、宇品の港に陸軍船舶隊という部隊がいた、暁部隊とも呼んでたんですけど、あの船舶を中国やら南方の方へ兵隊を送るための運輸部という大きな役所があって、陸軍のね役所があって、そこが差配した船であの兵隊を戦地へ送るんですね。で陸軍と海軍ってねとっても仲が悪いからね、海軍の軍艦なんかで絶対陸軍の兵隊乗せないんですよ。だから陸軍は陸軍で運輸部という部があって、自分でそれこそ輸送船を組めしてきて、それに兵隊を乗せて送り出すんですよね。それでその陸軍船舶部隊にね、私より1級下の3年生が動員で行ってた、でその船舶部隊の兵隊は助かったんです。それで火傷の油あの薬ですって言ってね、たくさんたくさんね、あのこんなドラム缶ドラム缶の1トン缶って言ってましたけど、あのちょうどお米が1トンほど入るようなブリキで作った缶缶があったんですけど、でそれにあの針金をつけたりしてバケツ代わりに使ったりしてたんですが、でそれにねそのいっぱいやけどの薬を入れて持ってきてくれて、これを塗ってあげなさいっていう、今考えたら亜鉛化でんぷんをなんかオイルで溶いたような
やけどの薬なんですよ。で、まあ、白いドロドロの薬で、それをね塗ってあげろって、全身やけどでしょ。だからね、こう全身に塗るんですよね。で、そうするとね、下級生たちみんなね、真っ白白のね、石膏像があるじゃないですか、白、そんなになっちゃうんですよ。で、誰が誰だか余計わかんない。で、先生が口聞けるうちに名前聞いとけっておっしゃって、それで名前を何度も、でも口もこんなに腫れてるからもう言えないんだけど、何度か聞き返すと、まあ何年何組の誰ってわかるんですよね。で、それを書いて、で、その子が寝てる机の端でお尻で止めてね、名前を置いておくんですけど、まあそれはあれでございましたね。でも真っ白石膏像みたいなのがずっと並ぶんですよ。でも机が足りなくなる、もうしょうがないから、教室はもう一人用の机や腰掛けでいっぱいですからね。それを出さないと寝せられない。だからもう廊下だってしょうがないからで、ね、今度は廊下へ、こうそれこそ魚市場のマグロじゃないですね、廊下へと下級生を寝かせていくんですよね。もうそれはかわいそうでした。でもその子たちがね、助かったでしょうか。助かりはしませんでしたね。次から次へね、お母ちゃん暑いよ、お父ちゃん暑いよ、助けてって言いながらね、ふっとね、あの楽なようなね顔つきになるんですよ。あれと思ったらね、心臓が止まってる。でね、まだ8月の夏の盛りですからね、放ってはおけない。もう放っとくとすぐ内臓が腐敗を始めますからね、これは火葬にせにゃならん、手伝えって先生がおっしゃるのね。で、学校のブランドがね、当時は食べるものがないからね、今畑になってたんですよ。さつまいも植えてたの。だからまあブランドの地面が柔らかかったから掘りやすくはあったんですがね、その芋畑の芋が植えてあるところ、まだ芋はなってはいなかったですけど、そこを掘って、ちょうど人が一人ぐらい入れる浅いね、あの穴を掘って、それであの幸か不幸か私の学校の校舎がぶっ倒れてますから、そこの羽目板引っ張りがしてきたり、窓枠なんか、あの頃は木の枠にガラスがはまってたんですね。で、それが枠ごと吹っ飛んどるので、ガラスはめちゃめちゃに壊れて、その木の窓枠を持ってきて、兵士を打って巻き代わりで校舎の破片でね、その仮装にするんですよ。で、だけどね、露天でしょ、釜があるわけじゃないし、露天でね、そこら辺のね、校舎のね、あの壊れたものを巻き代わりにしてね、人一人ね、仮装にするって言ったら、そんなに簡単にできるもんじゃない。で、おまけにあの頃の中学生ってね、まだ栄養状態が悪いから、みんな小さいんですよ。で、今の小学校の5、6年生か、4、5年生よりもっと小さかったかも。背も低いしね、体も小さいんだけど、それでもね、一人の人間をダビに伏すっていうのは並大抵のことではないんですよね。それでも困り果ててたら、そしたらあの陸軍船舶部隊という宇品の軍隊だけは残ったって言いましたでしょ。そこへね、私より一級下が学徒動員で行ってた。で、そこへ情報が行ったんだと思うんですが、そこの生き残った兵隊が、遺体を焼くようにどうぞお使いくださいと言ってね、重油だろうと思う、ドロドロの黒いね油でしたよ。それを持ってきてくれた。で、それをぶっかけたらね、まあ、やっとね仮装にすることができたんですけどね。それはあれでした。でね、ぶっかけて、あの油をぶっかけるとね、火がねボーッと燃え上がるでしょ。で、そうするとね、遺体が動くんですよ。
手やら足がねピュッピュッって動くの、その神経を熱が刺激して動くんですね。これ不思議なんですけどね、足がピュッと上がったりするので、私はびっくり仰天してね、先生まだ生きてるじゃありませんかって言ったんですよ。そしたら先生が、生きてるんじゃない、動くな、あの見るなっておっしゃった。で見るなと言われてね、横向こうと思っても体が金縛りになって動けないんです。もうガタ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 震えるのが、横向こうと思っても向けないの。それでもうガタ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 震えながら金縛りになったような状態でね、それこそ小一時間はかかったんじゃないですかね。一部始終をね見てしまいましたよ。そしたらね、焼け落ちたら後にね、本当にあの今頃火葬場で火葬にするとものすごい高熱で焼くから、半分ぐらいは肺になってしまって、あの骨がそのものはねあんまりたくさん残らないぐらい焼けちゃうんだけどね、その辺の巻きっぽで焼いた遺骨ってね、もう綺麗にね骨格の標本みたいにね骨が残るんですよ。淡いね桜の花びらみたいな色をしたね、可愛らしいね骨が残るので、その時にね初めて金縛りが解けてね、涙がだーっと出てきましたね。で泣きながら骨を拾って、でその頃拾った骨もね、あの紙の上拾うんですけどね、こうちゃんとした用紙もないんですよ。で藁半紙といってね、藁で作ったね、ちょっと触ればすぐベリッと破れるような紙しかなかったんだけど、まあそれを先生にもらって それに骨を拾って、それでそしたら先生が、全部拾ってもね安置することはできんからね、全部拾わなくてもいいっておっしゃる。でその時初めて教えてもらったんですけど、喉のところに喉仏といって、まあ、ちょっと仏様の形をしてるっていうんですけど、その骨とそれから小指の骨だけ拾えばいいっておっしゃって、でそれを拾って、それであとはもうそこに埋めてしまったんですよ。今境内の立派な建物が建ってますけどね、あそこの下にはいっぱい白骨が私は埋まってると思ってますよ。だからね、生徒ばかりじゃなくて学校を目指して逃げてくる一般の人もたくさん逃げてきたんですね。その人たちの白骨やらなんかもね、みんなそこら穴掘っちゃ埋めてしまった。だから今素敵な大きな校舎が建ってますがね、あの時にね私はね、ぜひともね、この地下にはね、白骨がいっぱい埋まってるんだからね、慰霊祭をしてからね、新しい校舎建ててくださいって言ったんで、そしたら県庁の人が飛んできてね、そんなことが表へ出て、マスコミで騒がれたら、骨を探せってことになって、工期が遅れるって言うんですよ。だからね、そのことは口外してくれるなっていう。その代わり慰霊祭はやりますけど、マスコミはオミットして秘密でこっそりやってくれっていう。でそれをまあ先生がしょうがないから了解されたんでしょうね。で千行寺さんというお寺が宇品にあるんですけど、そこの坊さんが来られて、まあ、お経をあげてくださって、県庁の人はねそれをする必要もないって言ったんだけど、工事現場の人は縁起担ぐ人が多いからね、あれ藤田組やら大橋組やらいろんな大きな工務店さんがね合同で請け負ったんだと思うんですけどね、そういう職人さんたちはやっぱりとても縁起を担がれるからね、入れさせてくれないと工事にはかからんでって言ったらしい。でこっそり内緒でお坊さん来てもらってお経をあげて、まあ一応慰霊祭のようなものをして、それから今の校舎が建った。だけどあの下にはね本当にどうすることもできない、数え切れないほど遺骨が埋まってる。今の学生はねそれ知らないと思いますよ。私はいっぺん行ってね話してきたいなと思うようですけど、ね、お呼びがかからない
あんなこと言われたら困ると今の先生方も思ってらっしゃるんだろうなと思いよりますけどね。だけどまあひどいもんでしたね。本当にもうかわいそうでね。でも小指とね、喉仏をこう神の上にして、校長先生がね、自分の部屋の机の上に大きなお説机の上に置いてね、それで今もその校長さんもいらっしゃいませんけど、ご自分でお線香立ててね、ずっとね、そこの供養塔ができるまで、平和公園 のご自分のお部屋でね、ご供養してくださったって聞いておりますよ。その時にもう、ご遺族のわからないのは、供養塔を納められたと思うんですけどね。お家が町の中にあったりしたら、家族もやられてて、誰も探しに来ないんですよね。ご遺族がご存命の方はね、学校まで訪ねてきて、ご遺骨を引き取っていかれた方もたくさんありましたけどね。だからね、哀れなことでございましたね。もう二度とね、こういうことがあってはならんとね、私はもう本当に心の底から思っております。戦争なんか二度としてはならないと思うし、ましてやね、核兵器を使うなんてことは、もう人類の破滅につながりますからね、許せないことだと思っております。だけどね、今、地球が何個あっても足りないくらい核兵器が地球上にね、存在してるって聞きますのでね、恐ろしいことだなと思いますね。私はトランプさんなんかどこかよその方でごちゃごちゃ怒ったら核兵器を使いかねないと思うんですよ。だからもう本当にね、唯一の被爆国なんですからね、日本は。だから日本がもっとね、大きく戦争はダメ、核武装はダメってね、私は叫んでほしいと思うんだけど、どうもね、安倍さんはそんな気はないみたいだし、どうやら日本も核武装したいなんて思ってらっしゃるんじゃないかなとね、疑われる節もあるし、これはやっぱり広島の被爆者の務めはまだまだ終わっていないし、これからがもっと大きくなる、必要となる動きだと、そういうふうに思っておりますんですが、でもいかんせんもうね、直接被爆の方たちは数がどんどん減っておりますし、もうそれをね、その声を伝承して後に伝えてくださる方がね、一人でもたくさん増えて反戦反核につながればありがたいかなと思っております。もう本当にね、体内被爆をなさった方でも75歳ですからね。だからもう被爆者が一人もこの世からいなくなるのは目に見えておりますから、若い方たちにね、人も広島の惨状を伝えて、それを後々まで伝承していただいて、二度と広島がね、繰り返されることのないように、長崎が繰り返されることがないようにやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。私はでもね、これから先がね、とても心配です。どうなることやらとね、なんかイージス、アショアですか、あれをなんかやめるとかやめないとか今ちょっと問題になってますけど、もう本当に憲法9条で日本はもう時を放棄して手を挙げて戦争には関わらないって宣言したんですからね、それを絶対に守ってほしいなと思うんですけど、
でも安倍さんの在任中のあの人の使命は憲法9条をなくすることだそうですから、広島はやっぱり黙っていてはいけないと思っておりますけど、まあこんなことでよかったかどうか分かりませんけど、私の体験はまあ本当に今をちょっと思い返すのも辛いんですよね。あの当時のことがフラッシュバックするものですからね、悲しくなってしまうんですけど、でもそれでもやっぱり黙っていてはいけないと思って、命のある限り語り続けようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。核兵器反対っていうそのことを標榜した町になっておりますけれども、かつてはそうではなかったんですね。ものすごい軍都だったんです。軍の都でございました。広島城というお城は今でも市の真ん中に立っておりますけど、あれはもうあの原爆の後崩壊したの鉄筋コンクリートで再建したお城ですから、まあお城としては何の値打ちもないただ単なる資料館になってるんですが、あの原爆で崩壊する前の広島城っていうのは、あれは毛利輝元ですか、毛利家が築いたお城で、実は国宝でございました。でそのお城を中心にして大きな膨大なあの軍隊があったんですね。でお城の真下の方にあの師団司令部がありまして、歩兵第11連隊とかいう大きな軍隊がいました。で歩兵家の中で棚からなんか落ちてきて頭怪我して、それでお母さんがね、あの時原爆には限らず爆撃にあったら救護所が南小学校にできるってことになっとったの。それで小学校連れて行こうと思ったら小学校倒壊してて、もう救護所どころじゃないよ言ってから隣のおばちゃんが教えてくれたん で母が保育所に勤めてた母がね帰ってきて、そのおばあちゃんを担いで、で赤レンガの倉庫に連れて行った。だからね、私の祖母がね、あそこのレンガの中にたった一人で市場に入った。あ、そうですか。で、その時、まだ軍医さんがおられて、あそこ診療所は中にありましたからね、内科の軍医さんは常駐でおられたんですよ。で、あとね、全部の科目、診療科目があったの。で、それはね、昼からね、1時から3時までかな、あの、市中のね、あの、耳鼻科や、それからあの、あ、先生が来られて、うん、あのお医者さんが、あのお昼の休憩時間に来ておられたんですよ、はい、で全部の診療科目のあるね、診療所があった。でその祖母をだから連れて母が飼育所へ逃げ込んで、まあ、自分が勤めてるとこですから、で軍医さんに頼んで、で軍医さんがこう割れとったんですがね、それずっと丁寧に塗ってくださって、包帯ぐるぐる巻きにして、で、どこへ寝かせようって、あの倉庫が安全だぞということになって、で一番専門に近い倉庫へね、たった一人でね、軍隊も拭いてもらって寝かされとった。第1号だったんです、私の祖母が。あ、そう。ということは、桐明さんにとっては、もう本当に被服師匠って、被服師匠もうまさに身近で、まさにまさにです ね遊び場でもあったけども、そういうおばあさんの治療、最初の被爆犠牲あの、うん、被爆者として担ぎ込まれた、そうそう、あの時はね、だからまだ祖母が一人だけ軍隊も吹いてもらってね、包帯ぐるぐる巻きにして寝てた。でそれを見た時、それを見た時に、どん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 、じゃあそれから後にね、どん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 そこに逃げ込んできて、そしたらもう刺繍は漂うわ、糞尿垂れ流し、あの、うんうん、ストーゲさんの倉庫の記録みたいな状態なんで、祖母がね、もう臭いけんね、わしはここ一刻もおらんけ、外へ出してくれって言うんだそうですよ、でも危ないけん、まだ戦争中ですからね、危ないけんね、外へ出たらダメ、ここへおらんにゃいだめ、
いやもう死んでもいいから外に出せってね、おばあちゃんが言ったって、でしょうがないからね、ばあちゃんだけね、あの外の広場へね、あのクローバーがいっぱい生えた広場だったんですけど、そこへ軍隊毛布引いてからね、あの寝かせたんだって言ってましたよ、母が、うん、もう死んでもいいからね、出してくれって言ったって。そのおばあちゃんにはもうその日に、だから桐明さんも会われたんですか？あの会いました、その時。でそしたらそのばあちゃんが、あんた、あの私妹が入居したがいてね、はい、でそれがあの東連平場かなんか今だっけね、あ、はい、働き、あの動員で行ってたんですよ、で学校へね、その妹は照子って言うんですが、照子は帰るかも分からんけど、あのお前は学校行っとけって言うんですよ、あ、はい、で母もね、まあ、私がここにおるからね、大丈夫だからね、テルコのことが心配だけんね、もう一つ下にも妹がいたんだけど、はい、その妹はあの双子の妹がいたんですけどね、田舎の方へ富山村いうところへ、はいはいはい、疎開してたからあれは心配なかったんですけどね、はい、すぐ下の妹があの心配だからってね、学校に戻るかもしれんから学校行っとけって言うから、もうじゃあそうするわ言ってね、宇品の学校に戻るんですね、はい、そしたら学校へたくさんの下級生が帰り始めてきて、でもうそこから離れられなくなるんですよ、その子たちの面倒見るのはね、でそれでそこでまた私はここにガラスがいっぱい刺さったまんま四分人の働きですよ、それこそだけどまた帰ってきた下級生がかわいそうでね、もう誰が誰だか顔の見分けがつかんぐらいやけてね、いまだにどこで亡くなったかわからないのもいるんですよ、はい、だけどまあ火の中をくぐってかなりの数が帰ってきましたね。あの雑魚場町で被爆されて学校まで帰ってこられた人は割合と、まあそんな言い方はあれだけど、恵まれてですね、そこまで帰れたのは。そうです、帰れた、もう哀れな哀れな、これこうして帰ってきたのを後から聞いたら、手を心臓より下へ下げたらね、痛くてたまらなかったっていうんです。それはあれですね、聞きます、うん、だから必然的にこうなったんですよね、うん、それこそお化けみたいなね、あのトシさんの、 あの絵みたいな、うんうん、ことになって帰ってきましたね。まあそれはあれでしたよ。それでね、足にズルズル引いてるのをね、最初の一人の先生がね、私は先生も勇気があると思うんだけど、手でちぎってね捨てられたんですよ。でそしたらその子がね、何と言ったと思います？もう先生ありがとうってね、これでちゃんと歩けるようになりましたって、そう言ったの。自分で自分の足の向けた皮膚を踏んで、それがズルズルでしょ、踏んだら滑りこけそうになるんですよ。でそれをよろめきし、滑りこけそうになりながら、まあ市役所の裏から宇品まで帰ってきたの。だけどもうその日のうちとか2、3日のうち、まあ、1週間も経たないうちに次から次へ死んでいきましたけどね、哀れでございましたよ、本当に。すいません、終わったと言いながらまた話を聞いて申し訳なかった、はい、いやいや、あのちょっと被服支廠のことが、はい、まあ、最近こう話題になってるんだから、はい、ちょっと桐明さんとの関係をいろいろ、あの子供の時行ったとか、お母さんがおられたから、行かれたという話聞いたけど、その日のことをちょっともうちょっと詳しく聞きたかったんで、はい、ごめんなさい、今聞いたんです、すみません。あと倉庫にはだから思い出がありますよ。貴重にちょっと。田中さんもうちょっと、うん、あのもう終わり。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、聞いていただいて感謝でございます。